メリオダス、頼むからまだ目覚めてくれるな。エアマテモーテ。四大天使長の力を見せてやる。すごい、エスカノール殿でも手に負えなかった化け物に傷を。ヘルブレイズオメガ。効かぬ。禁樹完成まであと8分。オメティオイナカン。ヘルブレイズオメガ少子。何、技の威力が突然増した。その薄ら笑いをやめろ。すまないマーリン。おかしい、奴のダメージは確実に蓄積しているはず。にもかかわらず出力が上がり続けているのはどういうわけだ。あれは受けた傷だけではない、自ら崩壊しつつあるのか。奴へのこれ以上の攻撃は危険だ。さすがは察しがいいな。己が命を削るほどにパワーは反比例し増大し続ける。これこそが我が真の魔力、クライシス。そして罪に逆らい元の姿に戻った罰として、この肉体は直に崩壊を迎えよう。我慢比べというわけか。貴様が自滅するのが先か、我々が死ぬのが先か。まずいな、このペースでパワーアップし続ければ奴が自滅するまで持ちこたえることは不可能だ。新たな魔人王誕生のためなれば喜んでこの命捧げようぞ。デュドシエル様、我の術ダークネスが。これは闇夜に妖光が。偽りの帳を我が恩寵の前に消え失せろ。夜と雲が吹き飛んでいく。戻ってきたか、エスタロス。いや、マエル。マエル、生きていたんだな兄さん。今さらここに何の用だ。目が覚めたのならとっとと天界へ帰ればいいもの。私には聖戦を引き起こした責任の一端がある。しかし決して戦うために来たわけではありません。メリオダス魔人王家の祖師に目をつぶり、魔人軍を撤退させると約束してくれさえすれば、私は一切手を出しません。メリオダス、新たな魔人王誕生の邪魔をするな。そんなものなど飲み込んでくれよ。グレイテストさん、
これが本家の力。